なんやあれ。どうぞ見てってください。旦那さん方、分かってらっしゃるやろ。遅いですよ、斉藤さん。東堂、なぜここに。土方さんが行けって。斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら、名前を覚え直すの面倒だし。さてと、斉藤さん強そうだから、大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。これは何の御用で。新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと。あら、どなた。新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの。秋元君なら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある。ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが。は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。そんな男こっちから願い下げよう。その点あなた強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ。よく知っているな。当たり前でしょ。今京の町で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句いやしまへん。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。やだ、もう戻ったの。お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。豚所まで来てもらうぞ。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。Oh, yeah!
痛くない。 いけるぞ。この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ立て。待て、頼む、待ってくれよ。女が見てるぞ、潔くしろ。聞いてくれって、俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。そもそも入隊したのだってコネ使っただけだし、それに嫌ならすぐ辞められると思ってたんだよ。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。そりゃ町であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。けど実際入ってみたらイカれた人斬りばっかりでさ、もう俺には無理なんだって。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい。豚所に連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいの？ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え、私は。ほら、早く。こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい、おっとばっち。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。東堂、なぜ切った？なぜって？え？俺なんか悪いことしました？殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、それはちょっと違うな。そんなんだったら隊は明日にも潰れちまう。そんなまともなこと言う人だったんですか、斎藤さんって。なんだと？そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです。ここは京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなこと言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか？殺しますよ。ほら、そうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。
いやー疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前。さてと、仕事も終わったし、俺先に上がりますね。じゃ。ああそうだ、一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ。裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、酔っ払っちゃった。早く風呂入んなきゃ。これが新選組。これなんぼや思う。